ロズワール様の使用人ラムよ、しばらく世話になるわね。レムを見なかったかしら。どこかで頑張りすぎてないというのだけど。さあ、イエッサ
ただけますか。幸運はいつも私たちの味方です。よっしゃ、このまま行くぜ。どうだ、気に入ったかな。中央政府の番犬さん。さあ、イエッサー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 。
落ち着いていきましょうか。これだけ難しいわ。この風がどうか勝利をもたらしてくれますように。勝利しました。当然の結果です。
越したけど、昔の感覚に近づいた気がするわ。どうやら悪人ではなさそうね。ラムに何か用？今はそんなにラムのことを見つめて、いやらしい。レムを見なかったかしら。どこかでそんなにラムのことを見つめて、いやらしい。
ラムに何か用？今は休憩中で手が離せないのだけど。そんなにラムのことを見つめて、いやらしい。レムを見なかったかしら。どこかで頑張りすぎてないといいのだけど。ラムを退屈させるとはいい度胸ね。家事はレムに任せているわ。ラムは見守るのが仕事だもん。あくびばかりして気が緩んでる証拠よ。見たことのない建造物にニケたちの不思議な衣装。誰かさんの話を思い出すわね。ロズワール様の使用人ラムよ。しばらく世話になるわね。まだラムは本気を出していないわ。ラムの実力にようやく気づいたようね。少しだけ昔の感覚に近づいた気がするわ。あら、これはどういう風の吹き回しかしら。ラムへの贈り物とは、いい心がけね。ラムへの日頃の感謝のお礼としてこれは受け取っておくわ。どうやら悪人ではなさそうね。特別にラムがお茶を入れてあげる。高級なお茶っ葉があるんでしょ。ひとまずお礼は言っておいた方が良さそうね。ラムの手を借りたいというわけね。仕方ないわね。さっさと案内しなさい。この貸しは高くつくわよ。世話が焼けるわね。面倒ね。協力してあげてもいいわ。少し休むわ。踏ん張りなさい。疲れたわね。しばらくの間任せるわ。準備できたわ。後悔するといいわ。一気に片付けるわ。当然の結果ね。ラムのおかげね。時間の無駄だったわ。申し訳ございません、ロズワール様。ラムにかかればこんなものね。